MCC スポーツプレゼンツ2021年度第70回全日本大学サッカー選手権大会準決勝、流通経済大学対阪南大学の試合のハイライトをお送りします。実況は全日本大学サッカー連盟学生幹事の中田です。8分、阪南大学は10番松原が相手ディフェンダーを振り切りクロス。そのボールに18番尾崎がヘディングで合わせるも枠を捉えられません。24分、流通経済大学は7番菊池のスルーパスを9番永井がマイナスの折り返し、そのボールを4番佐久間が強烈なシュート。しかし阪南大学守備陣の体を張ったディフェンスに阻まれてしまいます。32分、阪南大学はこぼれ球にいち早く反応した13番永井純太がつなぎ、2番高田がミドルシュート。しかし枠を大きく外してしまいます。69分、流通経済大学は2番佐藤京から中央の千葉へ。8番千葉は1人かわし左足のシュート。これもゴール右に外れてしまいます。71分、阪南大学は尾崎のクロスに中央で松原がヘディングシュート。これがゴール左隅に決まり、阪南大学が先制します。73分、流通経済大学は菊池が途中出場の10番満田へスルーパス。1対1の場面で相手キーパーに倒され PK を獲得します。この PK をキャプテン5番宮本が冷静に決め、すぐさま同点に追いつきます。後半アディショナルタイム、流通経済大学はロングスローから逆転を狙いますが、ここは阪南大学ゴールキーパーの村田ががっちりキャッチします。95分、阪南大学は右サイドからのコーナーキック、7番奥山のクロスに途中出場15番の角がドンピシャのヘディングシュート。これが決まり、阪南大学が勝ち越しに成功します。112分、流通経済大学は3番佐々木が逆サイドに展開したボールを佐藤が左サイドからクロス。これに走り込んできた三田がヘディングシュート。しかし阪南大学ゴールキーパー村田がスーパーセーブを見せ、ゴールを許しません。角のゴールを守り切った阪南大学が J1 内定選手7人を擁する流通経済大学に勝利し、駒澤大学との決勝戦へ駒を進めました。